オシアン。オシアン、または、オシアンは、スコットランドの伝説の英雄詩人の、スコットランドゲール語では、オシエンと発音し、オイセエン、オイセアンと正規表記する。かつては、アイルランド伝承文学の英雄詩人のことも含めて、オシアンと称していた時期があるが、現在ではこれらを区別する傾向にある。よって、本校では、 オシアンをマクファーソンが多分に創作したフィンガルラを住人とする架空世界ワールドの語り部登場人物と位置づけて説明を進めることとする。18世紀のスコットランドの作家ジェームズ・マクファーソンは出身国の古代の盲目詩人オシアンが試作したゲール語の英雄譚が存在することを提唱した。その後、この最終に成功したと称してハイランド地方を舞台とし、 フィンガル。オシアンは、西ハイランド地方の伝説国モルベンを滑る、フィンガル王と、その最初のヒロスクランナの間に生まれた息子である。オシアンとその妻、エビル・アーリンの間に設けられた息子オスカルも、若くして戦死した悲劇の英雄。オシアンは、仲間の誰よりも長寿を生き延びて、赤実の栄誉を後世に歌い継いだ、という設定である。オシアンの原型は、 アイルランド伝承文学のに登場するフィン・マックールの息子に求められる。オシーンもやはり古歌を作詞し、非常な老齢まで調整し、世紀を経て聖パトリックらに孤児を語ったとされている。アイルランド伝承文学のオシーンの父親フィンは、スコットランドの王ではなく、アイルランドの拠点としたという軍団の長であり、三世紀頃のウ王オの時代に活躍したとされる。 フィアナ伝説軍は19世紀頃まで欧米でオジーニックサイクル等、英語でオシアン伝説軍の意と称するのが主流であり、これには抗議的にあらゆるアイルランド英雄譚も含まれた一、時期があった。フィン、フィンガルが古来よりのスコットランドの英雄だったという主張は現在では通用しない。アイルランドのフィアナ伝説が古社本や近代社本より続々と出版され、 アイルランドが本家本元であることがおのずと明らかになってしまったからである。フィンに関する英雄団がスコットランドでも書写されたことも事実であるが、それらは時代や言語、登場地名や人名にアイルランド由来である名残を留めている。バラッドや話の例にしてもまたしかりである。よって、フィン、フィンガルをスコットランドの地元英雄として描く土着伝説を どれほどマクファーソンが採集できたかは疑問でおそらくあらゆる材料を駆使しながら作為的にアイルランド起源の部分を排除して商品を自己流に表現し直して繋ぎ合わせスコットランド伝説に仕立てていったのであろうただしアルスターの王が女王と取り違えられその王とがタラだと勘違いされたりフィアナ軍団三世紀とクーフリンダアルスター伝説の英雄 一世紀が同時代に入り混じるアナクロニズム時代作語は西ハイランドの諸島の伝承で生じていたのでそうした部分はマクファーソンが故意に行った変造だとは言えない。常実のようにマクファーソンが作り上げたオシアン作品集はスコットランド中心的なハントや歴史背景の上に作られている。以下各キャラのプロファイルのマーク以降は各人に相当する。 アイルランド伝承文学の元祖キャラを示す。コレマク王が治めるエーリン国、アイルランドは、ロホランのスワラン王による侵攻を受けて、スコットランドのモールベン国のフィンガル王から援軍を求める。タイモーラ第一の歌、時代は下り、は、死されて、アイルランドの大岩に散脱される。フィンガルは、このカラバルに戦いを挑む。フィンガルの孫のオスカルは、 カラバルに、まんまと共演に招かれて、戦いで致命傷を負うが、カラバル王も帰り討ちにする。このあらすじは、という作品として、アイルランドでも、スコットランドでも多数の写本やバラットに残されている。孫の死に際して、フィンは、一生に一度だけ落類したと言い伝えられる。カラバルの死後、その兄弟、カーモールが、ドブライ戦を仕掛けてくる。 マクファーソンは1760年に英語によるテキスト、スコットランドハイランド地方で収集し、ゲール語ないしアース語から翻訳された、腰断編集、または、古歌の断章を出版し、その年に、さらなる写本を入手した。1761年、マクファーソンはオシアンによって書かれた英雄フィンガルの、序子詩を発見したと主張した。マクファーソンはそれらの翻訳を発表し、 フィンガル1762年、テモラ1763年、1765年に修正版、オシアン詩集、ザワークス・オブ・オシアンを出版した。オシアンは当時、ヨーロッパ中で成功を収め、ナポレオンも熱烈なファンだったほどである、ホメロスなどの古典に匹敵するケルトの作品と褒めたたえられた。多くの作家たちがオシアンに多大な影響を受け、その中には、 若きウォルター・スコットやドイツのゲーテがいた。ゲーテは小説、若きウェルテルの悩みのクライマックスシーンの中に、オシアンの一部を自身の手で翻訳して挿入したほどである。ゲーテの友人ヘルダーは、シュトゥルムウントとラング運動初期に、オシアン論、または、オシアン書簡、ウスグアウスアイナムブリーフィーチゼルバーオシアン、ウントダイレガー・アルター・ホールカーという大の小論を、書いた。 フランスやドイツ同様に、ハンガリーでも絶賛された。アラニアーノ種、ワオシアンへの返答として、ホメーロスとオシアンを書いたほか、チョコナイビテズミハーイ、キシュファルディシャンドル、カジンツイ、フェレンツ、キョルチェイ、フェレンツ、トルニフェレンツ、ラガ、その影響を受けた。イタリアでは、メルキオレ・チェザロッティによる翻訳が非常に好評を博し、パドバ大学で、 彼の教え子だったウーゴ・フォスコロをはじめ多くの人がこれに影響を受けた。ロシア語で最もルフした版はエミル・コストラフの1792年の翻訳で、彼はピエール・トゥルヌールの1777年の仏訳をもとにした。さらにオシアンはロマン派音楽の方がにも影響を与え、特にシューベルトは多くのオシアンを題材に、 多くのリートを作曲した、銀遊詩人の歌 D147、ナトスメツボの後のオシアンの歌 D278、など。マクファーソンの主張に対し、文学的、政治的理由から、直ちに論争が起こった。マクファーソンは、素材は、スコットランド起源のものだと主張したが、アイルランドの歴史形は自分たちの伝承、アイルランド神話が表説されていると感じ、反論した。 もっともスコットランドもアイルランドも、その死の舞台となった時代には、ゲール文化を有していて、両国に共通する、フェニアン物語群のいくつかは、スコットランドで作られていた。イングランドの作家、評論家、電気作家のサミュエル・ジョンソンはマクファーソンを、イカサましで、嘘つきで、詐欺師で、彼の作品は贋作だと確信した上、オシアンをダサ作と断言した。では、ジョンソン博士。 あなたは今日、このような詩をどんな人でも書くことができたと本当に思っておられるんですかと尋ねられたとき、ジョンソンが、そうだとも、多くの男性、多くの女性、多くの子供たちだって書けるさと答えたのは有名で、あるが、当の、彼自身は、ゲール語もできず、ハイランドの文化に関する知識も持っていなかった。このような論争に直面したハイランド協会は、 マクファーソンの主張の真偽を調査した。これにより、イデド・マック・エヌ・ユーイス・ニッヒの物語を記した、いわゆるグレンマン主公、ATB72.223 が発見された。このテキストは、アイルランドのロンジェス・マック・エヌ・ユーイス・レンという物語の編集の一つであり、多くの面で、著しい差異があるもののマクファーソンの、ダルスーラと比較できる物語を提供している。 ドナルド・スミスは委員会へのレポートでこれを引用した。オシアンの資料がアイルランドのものかイングランドのものか、あるいはジョンソンが結論付けたように、マクファーソンが自分の作品にゲール語の断片を織り込ませたものか、それともマクファーソンが言う通りスコットランドゲール語の交渉と写本に基づいているのかについて、論争は19世紀に最高潮に達した。スコットランドの著作家、 ヒューブレアのオシアン氏の批評的論述、エイクリティカルディサーテーション、オンザ・ポアムズ・オブ・オシアンは、ジョンソンの通列な批判に対して作品の信憑性を支持するもの、1765年以降、作品に信憑性を付する目的で、オシアンの全版に含まれるようになった。1952年、デリック・トムソンは、マクファーソンが、 スコットランドゲール語のバラットを収集していたことを突き止め、マクファーソンは交渉で残っていたものを数々の写本と称号させて書いたのかもしれないが、オリジナルの登場人物とアイディアによって脚色し、相当量自分で作ったものを入れ込んだのではないかと述べた。作品から一世紀余り、夏目漱石は当時の英国でのオシアン作品についての評価をこう紹介している。 また18世紀の末に、オシアンが出た。これは、マクファーソンのごまかし者だというが、とにかくこれが出た時は非常な評判で、ゲーテも愛読し、ナポレオンも愛読した。しかるに、現在の英人は、オシアンを単に歴史上の一現象として見る以外に、何らの興味をも有しておらん。興味を有しておらんのみならず、到底読み切れないなどと特筆する、評価さえある。してみると、 オシアンは出版当時の人気には合い、玄関の人気には到底合わぬのである。明治三十七年二月の英文学創誌に、漱石はセルマの歌とカリックス裏の歌を発表した。漱石役、セルマの歌の冒頭部は、暮れ果てて、わびしくも、嵐の丘に一人、峰に聞く、風の音、岩を下る早瀬、と読まれる。これについては、葬席が特に、 ウェルテルがロッテに朗読して聞かせるコルマ、リノ、アルピンの部分の省略を行ったことが指摘されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。